民族アナキズム運動のシンボル。伝統的なアナキズムの多くがシンボルとしている国旗を背景としている。民族アナキズムはナショナリズムとアナキズムを結合した政治思想の一つ。旧進主義的な反資本主義、反マルクス主義、反国家主義を掲げ、民族主義や現代的部族主義を強調する。民族アナキズムは予想される人種戦争と、 資本主義体制崩壊への前哨戦として国家経済から離脱し歓迎されない民族や国家当局の立ち入りを禁止した新民族運動の共同体のための自治社会建設を目指している。民族アナキズムの用語は少なくとも1920年代に登場したが、後に保守革命や伝統主義、第三の位置、新右翼、アナキズム核派などの思想統合を推進した。 イギリスの思想家トロイ・サウス・ゲートによって最初に再定義され1990年代までに普及した。このため民族アナキズムは伝統的な左翼、右翼の政治的スペクトルは時代遅れで中道で地方文献のパラダイムに置き換えられるべきとの立場から左と右を超越するとの政治的にシンクテテティックな立場を保持することを主張している。 民族アナキズムに批判的な学者は民族アナキズムは通常の右翼思想よりさらに急進的な変化を表しているとしている。民族アナキズムは左翼と右翼の両方の側から会議と敵意を受けている。左翼の側からは民族アナキズムは現代社会の課題に対する洗練された左翼アナキズムの思想を悪用しており単にネオファシズムによる解決方法を提示している。 と批判している。右翼の側からは、民族アナキズムは、アナキズムの歴史的、哲学的な背景を考慮せずにアナキストを自称する、ことで過激派風を望んでいる、と批判している。ありがとうございます。